ヤンキース1から2ドジャース。7日、ニューヨーク。先発したドジャースの山本由伸投手が敵地ヤンキースタジアムでキレッキレの投球を見せた。メジャー移籍後最多となる106球の熱投で7回にアンダム失点。7勝目の権利は逃したが、ブーイングを浴びせた敵地ファンを黙らせる回答だ。 初回、西からジャッジに二塁打を浴びるも続くスタントンを空振り三振に仕留めた山本。二回はケイ・ヘルナンデスの失策から一三塁とピンチを招いたが、トレビノを空振り三振に仕留めた。ヤンキースファンの強烈なブーイングに奮起したのか、初回にはメジャー移籍後自己最速となる98にマイル、158キロを計測。ストレートで押し込み、 変化球で打ち取る配球で3回以降は圧巻投球を見せた。上位打線の対戦となった3回は連続三振を奪って西にこぎつけジャッジを詰まらせての夕頃に打ち取った。4回は先頭スタントンの初球に自己最速を更新する984マイル、1584キロを投げ込み、最後はバットを粉砕。2イニング連続の三者凡退で、 脱三振数は6個を数えた。味方打線の援護がない中、5回先頭のラメーヒューを素早く追い込み直球で押し込んでのうき。後続も連続して内野ゴロに打ち取り、打者10人連続アウトの離れ技を見せた。6回もあっさりと1、2番を打ち取り、大歓声の中でジャッジを迎えた。ボールが先行する中、 この試合初めての死球を与えて連続アウトは12人でストップ。それでもスタントンを力のあるストレートで押し込んで追い込み、最後は高めの155キロで空振り三振に仕留めておたけびを上げた。続投した7回は一死から死球を与えたが、鈴倉明秀を併殺打に打ち取り、メジャー移籍後自己最多となる106球の回答劇。 強力ヤンキース打線を7回にアンダム失点に抑えた。直後にベンチでガッツポーズを繰り出し、戻ってきた山本を力強くハグしたロバーツ監督は、ドジャースに来てから一番の投球だったと称賛を惜しまなかった。試合は延長11回にティーヘルナンデスの2点2塁打で先制し、その裏をラミレスが1失点に抑えて逃げ切り、 ヤンキースの連勝を止める価値ある一勝となり、山本の高騰も報われた形だ。会見では、試合中の雰囲気も素晴らしかったですし、すごく良かったですと伝統あるヤンキースタジアムでの回答を振り返った。自己最速を連発したことには、しっかりと体重が乗ったいいボールが投げられたと明かし、登板を重ねるごとに調整がうまくいっている現状をとろした。 次回に向けていいパフォーマンスができたのでいいところをしっかりキープして投げていけたらなと思いますと力を込めた。